今日も2時間よろしくお願いします。今日はですね、2018年8月の10日、夜中の12時です。今からのりことのんちゃんは運動不足、僕はカメラの練習でお散歩します。じゃあのんちゃんお願い、コメントさばいてて。はい、先に外で待ってていいよ。こんばんは。黄色いのフワチャリありがとうございます。フワチャリありがとうございます。フワチャリありがとうございます。皆さんフワチャリいっぱいありがとうございます。じゃあ外に行ってみます。あ、消えた。今ワドさん支度中です。かわいい、ありがとう。フワチャリありがとうございます。たかやんさん、こんばんは。勘違い屋のなんとかって書いてある。オス監督、行くぞ。どこら辺歩こうか。フワチャリありがとうございます。どこら辺歩くの？どこでもいいよ。どうしようかな。じゃあ歩かないところ歩いてみようか。うん、しばらく見えるね。しばらく火星が見えます。フワチャリありがとうございます。住んでるリスナーさんいるかな。絵になるスポット歩いて行ってさ、絵になるスポットないか聞いて。新宿の名所ありますか？西新宿とかね、中野坂上の方。西新宿、中野坂上方面です。わあ、真っ暗。ん、ね、今日真っ暗だね。夜だったのかな。どうぞかやめて。何撮ろうか。こう
中央公園からの夜景撮ろうか。うん。あ、すごい。わあ、綺麗。まだ完璧に住んでない。トウモロコシみたい。バーチャリありがとうございます。あるけど見えない。え、目が悪いの？うん。じゃあ俺がやろうか。じゃあこれ持ってカバンちょうだい。結構重いねこのカバン。いっぱい入ってる。何が入ってんの？財布と携帯。それだけ？うん。それでこんな重いんだ。なんちゃいい子だよ。みんなありがとう。アイテム のんちゃんかわいい、ありがとう。おりゅうほですます、いらっしゃい。あ、スマホスタンド忘れた。のんちゃんはお散歩で運動不足を解消ね。ゆっくり歩いていいから。俺はカメラの練習。 OK？ のんちゃんゆっくりいいよ。足使わないとダメになっちゃうから。10年後歩けなくなった。うわ、イケメン。大事みんな美女カップ。味噌カツバーガーだって。めちゃめちゃうまそうじゃない？なにこれ、味噌カツバーガーか。うまそう。マクドナルド。あー、器用貧乏だね、すごく。昔からだね、器用貧乏だね。長く続いてんの配信ぐらいじゃないかな。配信ぐらいだね。まあまあ街は明るいよ。新宿だもん。まあ、こんな感じのところだね。こんな感じ。フワチャリありがとう。ごめんなさい。神田さん、神田正輝さん、ここフォロワー限定放送です。ブロックします。フワチャリありがとう。フォローしてない人はコメントしないでください。はい、ワードツー。こっち歩こう。
ハッチありがとう。グローブだ。なんで？なんでこんなところにグローブが？多分本革のなんか使い込んだいいやつだよねこれ。なんだろう。スワッチャリありがとう。なんでこんなところに本革のいいグローブがあるんだろう。結構使い込まれてるよ。あれ誰かの大切なものなんじゃないかな。はい、ワドッツ。子供っていうか年季がすごい入ってたから多分大人だと思うよ。発声練習。発声練習だあれ。なんで夜中にランニングしながら発声練習してるんです。子供のなのかな。はいはい、アッコさんありがとう。アイテムありがとう。セフィソハートありがとう。この上登ったことないな。どんな風景なんだろう。なんかあんま大したことなさそうだよねここ。何もないよね。微妙だよね。行ってみる？行ってみようか。明かりないかな？明かりある。住んでんのかな？ああでも暗いな。でもここ風景として良さそうじゃない？暗すぎるか。やめようか、うん、セミがすごい。ねえ、夏だね。夜中も鳴くんだね。まあね、唯一都内でね、他に泣くとこないんでしょ、うん、ここで必死に頑張ってるんだよ。こことかよ。カエル歩いてるから。え？カエル歩いてる。あ、カエルだ。カエル撮ろうかな。カエルがいる。ああ、こっちのカメラじゃ映んない。カエル撮ろうかな。本当だ。ちょっと俺カエル撮るわ。のんちゃんこれ持ってる。
そうだ、カエルこの前もいたよね。動いた。かわいいかわいいかわいい。待って待って。カエルさん待って。ああかわいい君。待って。お願い待って。お願い、もうちょっと待ってね。もう待って。お願い待って。行かないで。お願い。待って。カエルさんがいました。カエルさんが撮れました。うわ、すごいいい写真撮れた。ちょっとお前動かないで、お前ね、お願いね、動かないでよ、動かないでよ、お願いね、頼む、動かないで、そのままいて、お願いだから。くどいワドさんです。そのままだよ、お願いだよ、頼むよ、このままつないで頼むよ、お願いね。いいの撮れた。カエルさんが撮りました。あー、ちょっと待って、そのままね、お願い、もうちょっとそのままでいて。カエルさん、そのまま、あ、いいよ、そのままね、あー、動かないで、急にいいで、あー、行っちゃった。ハートチェックありがとうございます。マリーンさん、そのままだよ。あ、俺の影だ。カメラの影が入るの。そのままね、動かないでね。動かないで、お願い。あ、いいよ、そこ。あ、動かないで、お願い。動かないで。お願い、そのまま。
カエルとワドさんです。これがカエルさんです。ぴょこ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 ぴょんぴょんぴょん。やっぱマクロレンズ欲しいな。いや、いいの撮れた。ありがとね、ありがとね。気をつけるんだよ。いや、いいの撮れた。さあ、ありがとう。画面にしよう。いや、いいの撮れました。いいの撮れましたよ。うつらでいいよ。もう顔割れてんだから。だって猿、お猿さんなんだ。かわいいっしょ。うん、そうそうそう、動物はやっぱ動くから難しいね。いや、天井カメラマンとかめちゃめちゃ難しいよ。ご視聴ありがとうございます。今日はどこも真っ暗だし。あれ、なんでこれ犬だか。なんだこれ。なんだこれ。あ、ファインダー切り替わんないんだけど。バーチャリありがとうございます。ここだ。ありがとう。さん、喉乾いた？大丈夫。タバコ吸っててもいいかね。うん。夜景です。
ちが都庁です。今日都庁は真っ暗です。明日お休みかな、都庁は。家賃6万よ。みんなアイテムありがとう。座れるところそこだ。ここ座ってな、うん、足痛いでしょ、うん、しばらく。ああ取れた。ここ座ってます。ガチャでありがとうございます。
石が綺麗だね。俺にピント合わせるのってできる？できない。こうさ、こうやってやって、うん、俺の顔にこれでピント合わせて、うん、奥ね。頭入ってるかどうか。はい。俺の顔見て、奥のんちゃん俺の顔見て、の奥のそのこれで合わせるな。場所がまだ合ってない。そういうことじゃないんだ。入ってんのフレームの中には。今入れてる。動かしちゃダメなの？動かしていいよ。俺の顔が入ってるのか深く。あ、入ってない。のんちゃん座って座って。このグリップでこうやって、うん、俺の顔に合わせて、うん、これでピントをこうやって合わせて、うん、俺の顔に合わせて、うん、赤くなった。合わない。なんで？
なかなか難しいですね。切りまーす。はい。切りまーす。うん、持ってきた。今写真撮ってます。和土さんです。何で外カメなんだよ。カエルさん、これいいね。これいいショットだね。光が。あとでツイッターにあげよう。カエルさん、ちょっとね、でも動くからね、被写体がうまくピント合わせらんなかったな。マクロがないときついね。マクロレンズがあると最高だね。外カメにすると閲覧減っちゃうからさ、うん、お猿さんとか。慣れて、もういい加減。付き合って彼女なんだから。
分の顔映ってもいいじゃん。みんな好きに写ってるじゃん。汗すごい。あ、ちょっと綺麗だね。いいじゃん。撮ってあげようか。綺麗だよ。なんだろう。来ました。いらっしゃい。何の粒だこれ。なんか粒がついてるな。いやでもなんかこうカメラを買うとさ、携帯のザラザラが気になってしょうがない。いい運動だよ。光の反射だって。あ、光の反射だ、治った。フレアだと思うんだけど、レンズがダメなんだよ。プラスチックレンズ、100均のレンズだから。うんちゃんだよ。こっから撮ってみたら綺麗だよ。ここから綺麗だよ。虹色に見えるもん。のんちゃんだよ。ちょっと外で撮ってるね。うん、行ってきます。和田さんはまた、カメラ写真を撮りに行きました。和田さんを探しに行きます。
ごい汗かいちゃった。これワドさん、これワドさん、これこれこれワドさん、これやれるか。入ってない、入ってる、インターってる、インターってる、これで、それでもう一回ピント合わせて、うん、で、あのここの、うん、ここの線あんじゃん、うん、ここに来るように合わせて、合う、顔が、うん、右とか左とか言って、今大丈夫、ぴったり、うん、撮ります、ピント合ってる、はい、行きまーす。いいね。いいね、いいね。これでもう一回最後。
ここピント合わせて完璧に。真ん中が三分割になってるかどうか教えて。左とか右とか。なってる？三分割？三分割の線あるでしょ。うん。このセンターに俺がいるかどうか。うん、大丈夫。でピント合わせて。顔にね。はい、行きまーす。撮りまーす。もう一回。何枚か。撮りまーす。撮りまーす。もうちょい右。こっち？うん。この辺？この辺。うん。ドセンターじゃないよ。うん。行けまーす。はい。ピントずれた。そこじゃないでしょ。こっちいじったからだよ。あ、なんとかモードになっちゃった。何なんだろう。ドライブモード。何ドライブモード。何ですか。どこいじった。そこ。あの音。ピントを合わせてから拡大になるから、そしたら。うん。わかる。なったら顔にピント合わせてほしい。自撮りができないのほんとつらいよな。待っちゃって、もうちょっと。はい、行きまーす。ほんのちょっと右。こっち？うん。こっち？うん、はい、OK。行きまーす。もう一枚行きまーす。もう一回行きまーす。こんばんは。エルヴィンさん、こんばんは。難しいな、やっぱ。こんばんは。むずいね。むずいね。のんちゃん綺麗だから、のんちゃん撮ってあげるよ。こう座って。うん、もっとこっち向いて。もっとこっち。いいね。
っち向いて。カメラもっとまっすぐ。こっち向いて。ライトの下行こう。ここに座って。上向いて。上向いて、こっち。うん、そう。もう回れ。そのままね。リラックスしてていいよ。それ覚えておいて。今撮ってもらってます。いいよ。もうちょっと上向こうか。上向いて背伸ばして。ん？もうちょいアゴ引こう。もうちょいアゴ引いて。光が足りないな。光が足りないな。どうしよう。光が欲しい。ちょっと待ってね。光が欲しいな。こっち向いて、俺の目見て、俺の顔見て、ニコって笑って、歯出し、まあ普通に笑ってよ、緊張しなくていいよ。普通に笑って、耳出そうか、そっち側の、こっち側の、あいいね、普通に笑って、こっち見て、こっち見て、こっち見て。普通に笑って。怖い怖い怖い。伸ばして。はい、OK。ありがとう。のんちゃん撮ってました。うん。おー、こんにちは。100人も見てんだ。どうも。みんなアイテムありがとう。アイテムありがとうね。アイテムで応援してください。あ、その顔いい。あー、動かないでよ。ここ見て、下見て。そう。そのまま。これ持って。あ、そのまま、そのまま。そのまま動かないで。ダメ。目動かさないで。もっと下に目線。そう。そのままの動かないでよ。動かないで。そのまま。そのまま。
一枚さっきの同じ、もっとこの辺行こう、上向いて、初見さんごめんなさい、ここあのフォロワー限定放送なんでよろしくお願いします。フォロワー限定放送です。どうしよっかな、いいスポットあるかな。フォローありがとうございます。ありがとう。あ、ブサって言ったらダメですよ。あ、ブサイクって言った、はい、ブサって、はい、ブロックです。はい、残念でした、ブロックです。はい、さよなら。どんどん教えてね。どうすっかな、どこ行こう、どっかいいところあるかな。今何分経過した？分かんない。いや、カエルが今日ベストショットだな。うん、カエルがベストショット。64分。64分か。もうちょい撮ろうか。30分ぐらい。うん。なんかいいのあるかな。向こうの公園歩いてみようか。向こうの公園、向こう公園の中、向こう、うん、タバコはいい？うん、感じ放送は、うん、お、こんばんは。夜のね、のんちゃんの運動と俺のカメラの練習。はい、みんなありがとう、アイテムありがとう、みんなありがとう。ゆっくり歩こうね。なんかいい被写体を見つけないとね。いい被写体を。こんちゃん足悪いんだよ。筋膜炎っていう病気だから。人がいるな。あー、人がいるか。人がいるね。やめようか。あっちの人の、あ？あっちの人の奥の方まで行けばいい。どういうこと？じゃあコントラストなんだよ。光と影なの。だから光の中に行っても意味がないの。ちょっと行こう。行くよ。だから暗くて光ってるところが一番難しくて面白いの、うん、ただ光ってるところは楽なのよ、うん、だからこう暗い中でこことかいいよ。だから、うん、持ってて、うん、ちょっとでもダメだな。こっちから行こうか。あそこのシャッターは、え、
あれはね、ダメ。後ろに物があるからダサい。いや、無機質な感じがいい。暗い中に光が差し込んでる系が俺はベスト、うん、で、光ってるところで暗いところっていうのは物理的に不可能だから、うん、あれなんか最高じゃん。ほらレンズがさ、わ、うん、かる。ちょ、これ撮ってみようか、うん、初見さんごめんなさい、ここフォロワー限定放送です。いいよ、ほら見てごらん、うん、いいです。こういう風になるわけ。フォローありがとうございます。ドローン欲しいですね。ドローンはね、こんばんは。今日は蚊がいないみたいですね。刺されてないです。蚊いないね。雨でいつもガス入れされたんだよ。こういう写真だ。本当だ。光と影が交差するような場所。怖い顔してた。神殿が、神殿があった、神殿。
立って手広げてもらっていい？待って、あーカメラが、あー最悪、あーカメラ壊れてねえかな、最悪、うわ気づいた、最悪、あーもういいや、行こう。あれ、いいライトだな。セミが2個くっついてるな。セミが2個くっついてる、どこに？柱に。コメント読んでる。じゃあのー、はいはい、またね。間違いなかったな。あの虫見て、あ、見てくんないの。あ、すごい。でしょ。あそこの虫を見て。あ、セミ。二個いるでしょ。あ、二種類いる。全然違う。お、トミー。わあ、かかった。え？うん。あ、もう死んじゃう。わあ、いっぱいいる、ここに。わあ、いっぱいいる、ここ、セミが。
うん、そこね、下にもいるし。あっちの下の方にもいる。うわ、また飛んできた。うわうわあ、止まった。うわ、ちょっと待って、それそのままそのままそのまま動かないで、動かないで、動かないで、動かないでよ。動かないでよ、ワンちゃん。動かないで。今助けてあげる。ああ、ダメだな。これ払っちゃおう。かわいいじゃん。2匹だよ。2匹か。怖い。バッと払ったよ。うわ、いっぱい行くんだ。あ、こいつか。うわ、浮かせんの？大丈夫か？やっぱね、被写体を近くで撮るのはマクロレンズ買わないとこれダメだわ。うん、あ、もうちょっと足についた。足にいるよ。足、左足と。いっぱい、こっちについて。おいで、こっちに。手かけてる。怖い。怖い。お茶でありがとうございます。
ろうか。うん。はい、今日の練習おしまい。今日の練習はおしまいです。こっちだよ。これが放送変わるね。うん。持って。マスクをちょうだい。やっぱあれだね、放送するんだったらホルダー買わないダメだ。はい、みんなこんばんは。ごめんね、コメント拾わないで。見えてますか？やっぱ光が集まるところに虫って集まるんだね。うん。写真はね、僕のツイッターに上がってるんで、僕のツイッターフォローしてください。僕のツイッターにたくさん作品があります。かゆ。じゃあご飯食べよう。うん。うん、よし。左行けない？僕の撮った写真は全部ツイート、ツイッターにあるんで、今後もツイッターに上げてくんでフォローしてください。あーでもこけた時カメラショックだな。割れてねえかな。あーかなり傷ついてる。あぶねえ。蚊に刺されたな。ふわちゃりありがとうね、みんな。この公園50年もあんだ。すごいね。アルファさんどうもどうも。今練習してました。いやカメラ落としたのショックだな。照明買わないダメだ。もう限界。夜撮影するんだったら照明ないと話にならない。ふわちゃりみんなありがとうね。アイテムたくさんありがとう。おみはるさんこんばんは。やっぱり水だな。テーマは水と、うん、いやね、100円均一でバケツ買ってきて、うん、水をね地面にパーってばらまくだけでだいぶ使うと思う。反射させんの光を、うん、今度バケツ買ってこう。ポリタンクとバケツ買って、で写真撮るときは水をバーってばらまいて水溜まり作って、で写真撮るといい。あー、蚊に刺されたよ。最後にあそこで写真一枚撮っていい？え、こう立ち入り禁止？え、そんなことないでしょ。どれ？違う、あの道路ね、通行側でしょ。こん中だって入っていいんだよ。公園なんだから。
また何か試合に出るんですか。何やってるか全然わからん、ほっといていいよ。うん、てか多分フォローしてないですよ、ブロックしよう。全然意味わかんない。フォローしてんじゃん、バカだろこいつ、ほっといていいよ。通りの絵が撮れるからね。いいね、やっぱり俺天才。ちょっと難しいんだけど、また手伝ってもらいたいのね。うん、いい。これ難しいよ。よく聞いて。うん。よく聞いてね。俺がそこに寝そべるから、うん、この MM まず寝そべるから、うん、MM っていうところ今マイナス3になってるでしょ、うん、その時に何が見えるのか書いて、どこに寝そべってって言ってカメラに、この辺かな、この辺、この辺かな、もうちょっと上、足全体入るようにしたよ、うん、もうもうちょっと上、もうちょっと上、もうちょっとだけ上、そこ、そこね。で、MM 何になってる？下の方に書いてある、マイナス 0.3 って書いてあったよ。マイナス 0.3。 変わらない、そこね。うん、で、俺にピント合わせるっていう作業をやってほしいの。うん、また MM0 になったな。あれあれあれ、あ、びっくりした、なんだ、壊れたかと思った。 0.3 だったんだよ。いや、俺にピント合わせられる、こうやってまた顔、うん、ここをこれね、うん、これでこうやって動かして、うん、多分この辺だと思うんだけど、うん、で、これシャッター軽く押すと、うん、切らないでこの元に戻るから全部これで合わせて、で、ドセンターにして足から頭ね、うん、ど真ん中かな。合ってる？合ってる。全部入ってるからな。うん。真ん中？真ん中。はい、で、顔にピント合わせて。うん、大丈夫、撮ります。何枚か撮ります。顔の位置とどっち向いてるとか、なるべくいい姿になるようにやってもらいたいんだけど、わかんないよ。いや、感覚でどんどん撮ります。うん、撮りまーす。ピントずれてるでしょ。あ、
はい、撮ります。YouTube から初見さん、こんばんは。トリミングだな。OK。全然コースずれてんじゃん。ちょっと手前だよ。あー、やっぱダメだな。あ、まあこれはいいか。もうちょい下だよ、ほんとは。うん。あの、三分割法ってさ、あれだ。わかんないかな。うん、ここの、ここら辺に足が来るようにしたいの。うん。来て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 。ここの足が来るように。うん。うん。もっとこうずれてる。全然上すぎる。この辺じゃないの？うん、その辺。それでピント合わせもう一回撮って。足入ってる？足入ってる。いいよ。足がギリギリ下に来てる。ちょっと待って。シャッター切ればいい。軽く顔。シャッター軽く顔。足がギリギリ来るぐらい。そう。もう、あの線のとこに？え、線じゃない。一番画面の下。あ、じゃあもうちょっと下。でしょ？いいや。ここで顔入る。ここ。顔入ってる？はい。顔入って切れてる。頭が。この辺は？ここは？頭が切れてる。頭？ここは？そこはちょっと開いてる。あ、肩も開いてる？うん。じゃあこれで顔にピント合わせて、真ん中にセンターになってる。全部入ってる。センター入ってる。OK。じゃあ顔にピント合わせて。絞り、絞ったらアップになるから顔を探して、かゆいから急いで、アレルギー出るから。顔ない、下の方だと思う。下にグーって行って真ん中らへん。あったかな。顔あった。うん、それでピント合わせて一瞬で。はい。はい、撮ります。どんどん切いや、あのね、やっぱね、新宿です。センス、センス。やっぱね、ダメだ。自分でファインダー確認できないと、やっぱモデル必要だよ、ほんとは。モデルでいないと自分の感性取れない。うん。すげえいいコースだったのよ。もったいない、これ。自分でファインダーも覚えてここで撮りたかったな。悔しい。あー、この構図じゃねえんだよな。しかして、いやー、すげえ悔しいよ。超いいところ見つけたんだけど、構図がめちゃくちゃなの。すごいいいでしょ。これね、自分の構図だったらこうならないのにっていう。ここいいと思うんだよな。もったいない。悔しい、これ。はい、 YouTube からいらっしゃい、フォローしてね。悔しい、マジで。ここめちゃめちゃいい。帰ろう。勉強になった。でも
悔しいな。うわ、これモデル使いて。なんとかなんねえかな。ありがとう。これ外して。あ、これこれこれ。これ外して。いやー悔しいわ今のショット。めちゃめちゃいいなんつうんだろう、ポジションは見つけたの。あー悔しい。食べやんね。ご飯食べやんね。うわ、蚊に刺されまくって超かゆい。血吸われまくってる。ファチフォローありがとう。よろしくね。あー悔しいな。すげえ悔しい。でもそこだったら何回も取れるからね。再チャレンジしよう。マジか。あ、いい。蚊にほらべっこり刺さる。少しは刺されなかった。痛ない。痒くない。痒い。痒い。刺されてる。アイテムありがとう。ああいう、ああめちゃめちゃ刺されたな。めっちゃかゆい。無料アイテム配られてるんでね、もしよかったらください。やっぱね、単焦点のねミクロ買わないとダメだ。広角はいらないけど、単焦点と、あ、広角はいるわ。望遠がいらない。うわー、へこむわ。カエルが山だったね。のんちゃんいい運動になったよ。痩せるよ。今日は100点のショットはありませんでした。ただいい場所は見つけたんで、そこでちょっとモデルを使って今度撮ろうと思います。
そう、構図が狂いまくってるんで、後でツイッターに写真あげます。悔しいな。されないようにね。来週っていうか、あそこで撮り直したいです。アルファさんに撮ってもらいたいです。完璧な場所見つけました。ちょっとアルファさん見て、俺が求めてる超ベストスポット、照明があって構図さえ狂わなければ、ここめちゃめちゃかっこいいと撮れるんで、女の子とか超いいですよ。これこれどうすか。ここの全面緑で光のコントラストが出て、ここ女の子いたら絶対いいですよ。そう、構図が自分で見れなかったんであれなんで、ここでやりましょうよ。これ良くないですか、アルファさん。ここめちゃめちゃいい。寝そべって上から撮りたかったんですよ。もっと被写体顔面バストアップで全身も撮りたかったんですけど、だから超寄せの上から撮ったらめちゃめちゃ CD ジャケットみたいなの撮れますよ、ここ、うん、いや悔しいな、マジで。ちょっと今日は悔しいです。僕はなんか悔しいですね。 100% 力が発揮できなかったっすね。セルフポートレート難しいわ。小さい三脚だと上に抜けちゃうんでダメなんですよ。でっかい三脚っすね。むしろ三脚いらないかな。真上からショットしてもらえた感じなんですよね。真上から空を見上げてる視点なんで、要は僕にまたがって、まあ俺がモデル使うんだったら寝そべってて、僕が上に、女の子でも男でもいいんだけど、ま、上にまたがって上から撮りますね。三脚だとそのポジショニングができないから、そのかっこよさができない。あ、でもそうすると光の影が入るな、むずい。そうすると多分カメラマンの光の影が入るから、まあ、そこは計算だな。でも多分照明で横から当てたら多分カバーできると思うんだよな。ちょっと難しいけど、やりたいショットは出ましたね。ちょっと難しいけど、かけてますね。フラッシュで横からバカ抱きすれば大丈夫かな。だから一面緑でこうやってる、遠くから、うーん、ちょっと後で計算します。瞳フォーカス分かりません。やってないっすね今日は。じゃあ鍵開けて。お疲れ様なのちゃん、ありがとうね、いつも。あとローデータ欲しいんすよ、1枚。アルファさんまだロー残ってます？あの一番最初に行ったあのところの月、あの月島のローデータが欲しいんですよ、1枚。テンフォーカス URL 了解です。あとでローデータ1枚ください。あの誘われたらどこでも行きますよ、アルファさん。あのいつでも誘ってください。別に今からでも行きますよ僕。悔しい。のんちゃんお疲れ様、ありがとう。ああ、のんちゃん。よそ見ダメよ。のんちゃん、じゃあ、Wi-Fi ちょうだい。離れると Wi-Fi 切れちゃう。
じゃあ皆さん今日もお疲れ様です。次